吉田さん、懐かしいですね。名古屋で脱臼したの。もう丸2年が過ぎました。でもやっぱりね、肩がうずきますね。無傷の時の方がやっぱ体動くし、傷を負ってしまうと、確かにちょっと前のようには治らないこともあるかなと思いますけども、でも人生経験どうでしょうかね。なんか大きなダメージや失敗を食らった前以上に自分を大きくすることはできるのかなと思うんですよ。まあ脱臼の件にしましては、確かに痛かったんですけども、その瞬間ね、美味しいなと思いましたね。つまりネタになるんですよね。大きな衝撃が起きた時とか、大きな事故が起きた時とか、自ら痛い目に見ようとは思わないんですけども、たまたま痛い目を見たら、それを使わないではないかなと思いますね。で、先日、与沢翼さんと美咲、ね、青汁王子の対談を見出してもらって、同じようなこと言ってて、失敗する前よりも大きくなったよねみたいなね。でその動画で感じたのは、やっぱりね、使う言葉が違うなと。で普通の人とは違う経験とか概念を見てくる、感じてくると、それを表現する言葉ってのはその人たちにしか編み出せないなと思ったんですよ。まあ普通の暮らしをしてると普通の言葉しか使わないし、まあ言ってみればバカな人ってバカな言葉しか使わないし、バカなことしか考えないし、バカなことしかやらないんですよね。まあ、よく言う成功者に必要なバカとは違って、本当に自堕落で短絡的で、何も生み出さない思考という意味のバカなんですけども、それは非常に残念なバカでね、ただ時間を摩耗していくだけで、まあその場しのぎと言いますか、その場もあんまり良くなってないみたいなことの積み重ねでね、まあ、それはまた別のことでお話しようかと思いますけども、つまりはやっぱりこう、そのレベルによって使う言葉とか受け取れる言葉とかが違うなっていうところは多く感じましたね。だからやっぱりこう、失敗が成功のもとっていうのも、確かに言葉としてはありふれた言葉ですけども、その失敗をこうテコにしてですね、逆方向に転じれるようなスキルを持って、その立場から見るとまたさらにね、違う階層の意味は言葉になってくるなと思うんですよね。同じ表現なんだけども受け取るものが違うっていうのはそういうことかなと思いますね。ただ何もしないっていうのは、何も本当にいいも悪いもプラスもマイナスもないんで、本当にもったいないなと思うんですよ。あと何もしないも同然の行動とかね、やってますよって言うけど、いや、やってないのと同然だぞそれはみたいなね、そういうのって結構あって、ただやるだけで疲れるだけみたいなね。まあラットレースの本間もんのラットレースですよ。なんか何年も働いてきて稼いできたはずなのに何も培えなかったっていうのは、まさに目の前の作業することに一生懸命になってきて、仕事とかビジネスみたいなものには全然入ってこなかったんだろうなということなんですよね。多くの人が意味のある10年20年を過ごしてきたと思いたいから無理やり思っちゃうんですけども、それはただ時間が過ぎた経過時間に過ぎずに、経験値にはなってないよっていうことなのかなと思いますよね。億万長者合宿で貴重な体験をした人、いかがですかね。まあちょっとおこがましいことながら、短い期間で1億2億と稼いだ人間の話を直接聞いて、その人と目の前50センチ1メートルでね、触れ合えることってのはないと思いますし、あの時も言いましたけども、チャンネル登録1万人以上持ってる人のアカウントで何かを表現できるっていう、そんなチャンスってもうないと思うんですよね、生涯。だから私が思うところ、私が提供できる生涯最大のチャンスを、あの時の参加した人ってのはみんな失ったんじゃないかなと思って、本当にね、惜しいなと思いますよね。この価値がわからないというかね、でその価値も今そんなにないですからね、当時のことよりも今本当こんな隠居暮らしをして長いんで、さすがにね、あの時の、レスポンスほどは良くないと思うんですよね。だからまあ熱いうちに打たないけんかなというところです。まあ私は自分のメディアもう使えなくても大丈夫なんですけども、でもこのメディアを利用できたはずの億万長者合宿の参加者さんは一体今どんな長者になっているのかなというところですね。いってらっしゃい。